笛吹大化は、鈴木木鈴木野木に所属する魚類の分類群の一つ。笛吹大ノコギリ大など、沿岸の浅い海で生活する魚類を中心に五族39種が記載される。笛吹大化の魚類はすべて海水魚で、ほとんどの仲間は太平洋西部からインド洋にかけての熱帯域に分布し、沿岸の浅い海で生活する。笛吹大族の一種の実が、 大西洋に産しアフリカ大陸西部の沿岸から知られている。珊瑚礁や岩礁の底部付近を遊園し、種類によっては大きな群れを形成する。本家は、強靭な両角と歯を持つ、肉食性の魚類で、甲殻類、極秘動物などほとんどの定生生物を捕食対象とする。笛吹き大族の仲間は、種類によって、姿勢戦術による、性転換を行う。 笛吹き大類は一般に、体色や反紋に特徴を持つ一方で、昼夜で体色を変えるものや、個体間での変異が、大きい種類もある。浜笛吹き、磯笛吹きなど、食用として、漁獲対象となる種類も多いが、横島黒大キツネ笛吹きのように生息域によって、シがてら毒を有する場合もある。浜笛吹きリースライナスネビュロッサス。本魚類は、タイ 糸寄り大カと類似した体型を持つ笛吹き大カの仲間は左右に平たく側平たしたいわゆる体型の体型を持つ体長数十センチメートル程度の種類が多いが最大種は全長1メートルに達する笛吹き大族は前方に突き出した特徴的な糞を持つ本家は大カ。 イトヨリり大カ及びケントラカントゥスカとの関係が近く、多くの形態学的特徴を共有している。2000年代に行われた分子生物学的解析によれば、これら4グループは全体で一つの単系統群を構成し、笛吹き大カは大カの姉妹群として位置づけられるとされる。笛大カとも類似した外見を持つが、抗外骨の歯の有無や、エラ上骨の本数など、 笛吹き大化との際は、比較的多い。背びれは一つで、十本の棘状と九から十本の、南状で構成される。尻びれは三棘八から十南状。頭部は、無鱗となる傾向があり、特に笛吹き大族は、頬の鱗を完全に描く。両角に剣歯を含む一列の歯を備え、奥歯は、九歯状となる。エラ上骨は六本で、椎骨は二十四個。 笛吹き台下には、ネルソンの体型及びフィッシュベスにおいてご三39種が、認められている。横島黒大赤、モノタクシニリ及び、笛吹き台赤リースライナイニーのに赤に細分する、見解もある。ノコギリダイナトレンテックスオリオリニアティス。産後礁で大きな群れを作る種類。特徴的な黄色の縦縞は、夜間は消失する。 縦島笛吹フキリースライナスオブソリータス。胸びれ規部を通る鮮やかなオレンジ島が特徴横島黒大モノタクシスグランドキュリス。黒と黄色のコントラストが鮮やかな体色は成長につれて薄くなり、制御は一様に銀灰色となる。ありがとうございます。